はい、皆さん、こんにちは。今日は、折り紙で父の日のハートのネクタイの折り方を紹介します。実際に作ってみたはこのようになっております。では、実際に折ってみます。必要な道具としては折り紙1枚になります。裏はできれば白の方がいいです。カラフルな折り紙もありますけど、できれば白と色単色のものが一番使いやすいかなと思います。では実際に折っていきます。まず折り紙を三角形に折ります。三角形に折りましたら、それをさらに半分の三角形に折ります。これで4つ折り目がつきました。そしたら広げまして、続いて真ん中に合わせて三角形をまた折ります。またこちらの端も三角形を真ん中に向けて折ります。ここまでしましたら、片方をこの状態からここまでですね、ここ真ん中の線に合わせて半分にさらに折ります。そして広げます。そしたらこのように折り目が1、2、3とつきますので、ではここからです。続きまして、今度はここの折り目に合わせて、この折り目に合わせて三角形に折ります。このように三角形に折りましたら、広げて、また反対側も同じように三角形に折ります。そして広げますと、広げて、これを両方とも折っていきます。そうしますと、このように三角形が折れます。一つちっちゃな三角形が折ります。で、これを今度は広げて、こう折り込みます。このように折ります。次に、こちら上に上の部分をこのように裏返しに折ります。続いて、ここまでできましたら、今度はここから中心半分に向けて、ここを三角形に折ります。そしてこれはネクタイの部分になるので、見えるようにこうネクタイの内側に折ります。このように折ります。続いて反対側も同じように、ここに引っかからないようにこのように折り曲げます。続きまして、これでちょっと三角形ネクタイの形がだんだん見えてきました。では続きまして、反対側にしまして、今度はここを折ります。ここも反対側も折ります。で、続いてここを三角形に折ります。そして今度はここを内側に折り込みます。反対側も同じように折り込みます。そしてこれを反対側にしますと、この通りハートのネクタイの完成になります。もしよろしければ、こう父の日でしたら、ここに「お父さんありがとう」とか書くといいかなと思います。ちょっと今日はボタンを書いて、このようにしてスーツを書いて、
書いてみたらいいかもしれません。このようにしてネクタイ、ハート型のネクタイ作れますので、ぜひ皆さんを親御さんでお父さんにプレゼントでぜひ作ってみてください。では皆さん見てくださってありがとうございました。失礼いたします。